こんにちは。今日はね、南イタリアのアマルフィ海岸で、食べられるねパスタを作ってみたいと思います。材料ですけど、はい、パスタこちらね。これはパスタマンチーニというちょっとまあプロ仕様のスパゲッティですね。普通のスーパーであんまり売ってない。茹で時間がここ見て9分から11分って書いてあるんですよ。これがまあ本当の表記ね。要するにイタリアではこういう茹で時間で茹でろうと。ところがですよ、日本のメーカーさん、これ輸入元ねが記載したい茹で時間はだよね、12分なんですよね。つまり、これだけそのイタリアと日本人の茹で時間の感覚は違うということです。これ余談まで。で、今日は 2.2 ミリのパスタ。ちょっと太めでね、すごく小麦のいい香りがするパスタです。材料は、オリーブオイルと、まあ、これちょっといいオリーブオイルですね。エクストラバージン。それから、レモンオリーブオイルってね。レモンと一緒に絞ったオリーブオイル。あとは、これがちょっとポイントなんですよ。コラトゥーラという、魚醤というね、まあ、言ってみれば、イワシを潰してた汁の塊みたいな、すごい希少な調味料です。ナンプラーとかガルムとか、ショッツルとかね、そっち系の調味料になりますね。あとイタリアンパセリとニンニクですね。それから最後にレモンの皮をすりおろすので、今日は広島産の国産レモン、これだったら皮をすりおろしても大丈夫です、を使います。よっと。茎は使わないので、いい香り。やっぱりハーブは冷凍よりも本当は生のがいいね。香りが全然違う。このパスタ作るの何年ぶりかな。2年ぐらい前に1回動画であげたんだよね。それを復習して今日やってみます。ちなみにその前の動画はもう消しちゃった。材料はね、このパセリとニンニクだけです。エクストラバージンオリーブオイルをたっぷり。今日はこれで2人前ぐらいの量ですかね。それからレモンオリーブオイルもたっぷりです。ここにですね、これがまあコラトゥーラなんですけど、こいつをね、大さじ1人前で2杯、1.5 杯ぐらいかな。ちょっとしょっぱいので、あんま入れちゃうとね、ダメなんですよ。とりあえず 2.5 ぐらいで止めてきます。これをちょっと混ぜます。一回味見してみますね。うん、うまい。
今日はねちょっと変わった作り方です。こういったのにで、ここにですね、このソースを入れちゃうんですね。これをよく混ぜると、だから茹で汁とかね入れないんですよ。これを混ぜて完成なんですね。変わった作り方でしょ。で、ちょっとレモンをギュッと絞って、まあアマルフィはね、ほんとレモンがすごいいっぱい取れる場所なんで、レモン街道ってのがあるぐらいなんですよ。ものすごいレモンいっぱい取れます。年3回取れますからね。はい、完成です。よし、最後に皮をすりおろす。ちょっと、どうかな。では今作ったレモンパスタね、いただきまーす。さあ、出来はどうかな。いや、美味しい。これはね、うまいよ。やっぱり麺が、さすがプロ仕様だけあって、もう、麺だけ食べても美味しいパスタでね。そこにクラトゥーラでしょ。ワインに合いますね。ああ、もういくらでも食えちゃう、これ。もちもちしたね、この、噛み応えが売りなんですよ、このパスタマンチーニってやつは。余計な調味料何も入れないです。多分俺ペペロンチーノよりもこっちの方が好きかも。そのぐらいね、美味しい。まあ、このパスタで作った場合ですよ。もう弾力感のある、もう噛み応えがね、何とも言えないんですよ。それにこのイタリアンパセリとレモンオリーブオイルとレモンコラトゥーラ、最強。ああ、美味しい。幸せです。しかも今日風が気持ちいいんだよね。このベランダで食うのイタリアみたいで僕大好きなんですよね。じゃあそんなことで今日はこの辺で終わりたいと思います。まあ、コラトゥーラってね、あんまり売ってないんですよ。まあ、たまに見かけますけど、ちょうど概要欄にどこから買えるかとかリンク貼っておきますので、よかったら参考にしてください。ほんと美味しいんで作ってみてね。ではまた。チャオチャオチャオ。